はい、皆さんこんにちは。ボッテガラの西村です。今回はこのキーカバーを作って動画を撮りました。でこのキーカバーなんですけど、鍵が2、3本とスマートキーが入る作りになっています。動画の中ではこの真鍮の金具ですねと、この革のベルトの作業風景と作り方交えて、動画制作をしています。ぜひ最後までご覧になってみてください。ではどうぞ。
はい、制作動画いかがだったでしょうか。このキーカバーの動画だったんですけど、これ最初にお見せした僕の私物のキーカバーです。自分で使ってるものなんで、ちょっとエイジングされて光沢も出てきて、真鍮の色もいい感じになってます。でここにはステッチが入ってるんですけれども、ステッチを入れるときは柔らかい革とか薄い革を使うときに貼り合わせて固くしてステッチ入れてあげて強度を出してます。動画の中でもお見せした本当に分厚い革を使っている場合はあえてステッチを入れておりません。ステッチ入れることによってデザイン性も増したりするんですけれども、こういうポケットに出し入れしたりするものに関してはステッチがない方が長く使える場合もあるのかなと思って2タイプ作ってます。で、割と真鍮のこういう材料などは東急ハンズさんとかでも買えたりして、で金の子とか糸の子でカットして、で紙やすりとかで紙やすり320とか400番から1000番ぐらいまで、まあ、順を追って割り取りしつつかけてあげて、最後にこの 3M さんが出してるブラシで均一にこう撫でてあげるとすごくマットな雰囲気になるんですよ。なのでマットになった後にちょっとこう使い込んでいくと革にすごいこう何ですかね、相性がいい色になってくるんで、光りすぎるとやらしい場合もあるんで、こういうブラシでこすったテクスチャーで仕上げるのもすごいいいかと思います。で、まあ、ドリルで穴当てたりするのもビューターっていう道具使ってたんですけれども、こういうピンバイスって言いますか、で手で開けるタイプ、手で穴も開けれるんで、ネジ山作ったりとかするこの道具と糸の子とピンバイスと機械がなくてもできますんで、ぜひ興味ある方はチャレンジしてみてください。でもやっぱり金具から作るとデザイン性も広がりますしね、すごく楽しいと思います。こういった真鍮のバングルの作り方とか、真鍮もテクスチャーとかつけるといろいろ表情を変えれるんで、この付け方とか、あとはテクスチャーを変えるだけでこの今日のキーカバーもまた応用が効いたりするんで、そういう動画を作ったりとか、他のレザークラフトのアイテムの動画もどんどん作っていきたいと思います。ですので、まあ、ハンドメイドに興味がおありの方とか、作業動画を見るのがお好きな方とか、この動画いいねと思っていただけた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あとコメントも動画の中で説明しきれなかった部分とか、分かりづらい部分もあるかと思いますので、感想ご質問お待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ボッテガルアの西村でした。最後までご視聴ありがとうございました。